タトゥ・タオ・タトゥ・タオは、ベトナムのトローツキスト。サイゴンの小村落に貧しい大工の息子として生まれ、1927年から、フランスで、大学教育を受けた。1930年5月22日、タオは、パリのエリゼグル前で、ベトナムのイエンイで起きた、反乱の鎮圧に抗議するデモに参加して逮捕され、ベトナムに帰国した。当時、 ベトナムではトローツキズムを標榜するいくつかの団体が存在したが、1931年5月に、これらのグループは共産主義者同盟に統合され、タオはその中で最も優秀な指導者と目されていた。1933年には、サイゴン地方議会の選挙でトローツキストとスターリニストの候補が最大票を獲得した。結果的にこの結果は、 フランス植民地当局によって破棄されたものの、ベトナムにおける革命派の躍進が明らかになった。1939年、独ソ不可侵条約締結直後に、ベトナムのトロツキストとスターリニストは当局による大弾圧を受け、共産主義運動は非合法化されてタオはコンダオ諸島の刑務所に収監された。1945年にタオは釈放されたが、直後に、 行方不明となった。現在では、ベトミンのスターリニストによって殺害されたと考えられている。ありがとうございます。